シーフード。シーフード。シーフード。日体対決。対決なの。比べてみましょう。Hello， 我是 Ellie。Hello， 我是 Taka。今天要让 Taka 上来试吃台湾的来一客泡面，耶！Ellie は諸事情により映れません。あのすっぴんなので今日は出ません。然后就是因为这个是台湾的来一客，这个是鲜虾鱼板面，是我以前最爱吃的一个泡面，但是一昔大好きなカップ麺。なのでこれちょっと高さん食べさせたいと思います。のとやっぱりちょっと比べとかで日本のシーフードこういう海鮮系の、まあ、一番定番みたいな感じのちょっとニシンのカップ麺も持ってきたのでちょっと比べていただきたいと思います。ではぜひあげてください。なんか気づいたこととかあったらぜひ皆さんに。謎の可愛い女の子がプリントされていて誰あ、ちょ、めっちゃぼやけてんだけどピントが合わない近すぎるピントが合わない開けますどうぞででん粉の調味料と油と麺もうね、この麺割とこのまま食べるの好きなの美味しいですで、日本のシーフードヌードルうんこれはね、決定的な違いがございましてどこでしょうじゃじゃんほら見てお分かり日本のカップヌードルまあこれはものによるんだけどカップヌードルは基本的に具材は全部中にもともと入ってます、うん、そうでねこっちは粉末スープとか油が分かれて入ってるすごい感動久々の来一客エビにメンマにあそうメンマあるねん何日本のシーフードヌードルの方がシーフード感が強い台湾のは何が強いのどうだろうねシーフードっていうのはちょっとカップヌードルに近い感じこれあれだ分かったカニカマみたいなやつが入ってるからそれの匂いが強いんだうん、うん、油は油は入れないでしょ先に入れるのみんなあの私ちっちゃい頃は前先に入れてたそうでしょほんとほんとそう特に後入れとか書いてないのよ、うん、書かれたのがただ自分の個人の好みで適量調整して入れてください日本はこれ共通かわからないけどまあでもだって大体後入れって書いてあるんだ油うんだよねちゃんとなんか後入れ前入れとか書いてそう蓋の入れで蓋の上で温めてくださいって言って、うんうんうん、蓋の熱で油温めて溶かしてから入れるんだね確かにそうそうそうだってこの状態じゃ入れられないじゃんでも逆に固まってた方がそのまま入れられるんじゃないなんか油濃くなくてそういう考え塊がココーンって入れるからあと日本はなんで油を後に入れるかっていうと油を先に入れると麺が戻りづらくなるからなるほどね、うん、じゃあこれも後で後に入れたいそうそう分かった後に入れます OK シーフードシーフードシーフードニッタイ対決対決なのあっちあっちあっちあ気をつけてあお湯入りすぎたしあともう一つ違うのは、うんまあ、これはしこのカップヌードルに限ってなんだけどこれねあのちょっと小さいサイズ買っちゃったからシールがついてないんだけど普通のサイズだとこの袋の裏のところにシールがついてて、うん、シールをここに貼るとペッて止められるようになってる確かに本来はねうん、どうぞー、okay. どっちから先にこっちから開けます台湾カップ麺から、うん、ちょっと色違うね色違ううん台湾の方はすごい白っぽい感じでねスープが割と透き通ってる、うん、で日本のシーフードヌードルはもうがっつりちょっとスープが濁ってる感じ確かに、うん
あ、そうそう、具材も違うの。見て、カニカマ、あとはなんかこの、なんか卵みたいなやつも。そう、あとなんか薄切りのタコみたいなのが。あ、確かに。台湾のは？台湾のは、あの、エビと昆布？あれ何？ワカメ？ワカメ、ワカメじゃない？と、あとこのナルト。卵ね。ナルト？うん。ナルトって言うんだ。そうだよ。え、知らなかったの？知らない。ナルトって言うんだよ。これ中国語ではユーパンっていうの。魚の板みたいな。ああ、まあ、要は魚の板なんだけど。そうだね。ナルト。ナルト。で、オイルを、わあ、もう完全にオイルに戻ってる。ビヨーン。オイル入れます。どうぞ。日本のカップヌードルの味はね、大体わかるからね。こっち食べてみようか。まずはスープから。あっちー。気をつけて。ライク。お、結構ね、薄味。なんか日本のシーフードより全然さっぱり、塩ラーメンみたい。ああ、塩ラーメンみたい。なるほど。うん、マジ美味しそう。うまいね。え、なんかでもこれやっぱシーフードヌードルっていうよりは感覚としては塩ラーメンだね。うん、わかめが入ってるからなんならわかめスープラーメンみたいな。うまいです。さっぱりした人が好きな、さっぱりした味が好きな人にはおすすめだね。で、今一個気づいた。うん、台湾のカップヌードル、カップが異常に熱い。ああ、だから普通に持てなかったんだ。あっちー。気をつけて。あの、そう、あの日本のカップ麺って材質がちょっと違うんだよね。しっかりだから持った時にやけどしないように、あのちょっと層になってたりとかして、うん、なんかね、熱いもの入れるとちょっとデコボコにちょびっとなるのよ。最初見た時にちょっとびっくりしたんだけど、熱が伝わりづらい構造になってたりするんだよね。確かに、うん、いや、なんか日本人こういう細かいところすごいんだよね、ほんと。俺も食べ慣れた味。なんか、あの、日清のカップ麺は私基本味すごい好きなんだけど、その麺がね、ビヨンビヨンになりやすいから、あんまりちょっと惜しいなっていう感じ。なんかやっぱ日清の、シーフードの方が味は全然濃い。うん。さっぱりしてていいの？ねえ、美味しそう。やだ。食べていい？お食べ。食べる食べる。え、でも私今マジブサイクルだから気をつけてください。髪の毛で自分の顔を隠す作戦で。怖いです。サダコが麺食ってます。怖いです。怖いです。みんな画面から出てくるから気をつけて、この子。うん、あー、このスープ、いや、なんかすごい癒されません？うん、うん、やっぱ麺の細さとか薄さはそっくりなんだけど、カップヌードルの方がちょっと麺柔らかめ。うん、あとは俺、台湾の他のラーメンも食べたこと、カップ麺も食べたことあるんだけど、全体的にやっぱりちょっと、なんて言うんだろう、薄味というか、さっぱりした感じのものが多かった。うん。逆に俺、台湾のその胃に優しそうな感じの味好きよ。でしょ？うん。うん。あとなんかタコの匂いすごいする。なるほど。なるほどね。だからすごいシーフードの感じが強い。そうそうそう。で、これ塩ラーメン。うん、わかめ塩ラーメン。うん。確かに。イエーイ！取りましたよ。 OK、 じゃあもう終わりたいと思うんですけれども、ですけれども、なんと言えばいいでしょう、最後に。こういうの、なんかな、どうエンディングすればいいんだろう。両方食べてみたけどね、どっちもそれぞれ良さがあって美味しいよね。うん、俺ね、個人的にこれはね、すごいお気に入りだったから、まあ日本じゃ買えないんだけどね。 あ、確かにタカさん塩ラーメン好きだもんね。そうそうそう、台湾行った際にこれを見かけたらぜひ買ってみてください。そう、その来一客の他のなんかいろんな風味とかもまだあるから、また今度比べてみようかな。うん、結構おすすめかもしれない。しかも安いのよね。ね、なんだっけ、何元？25。あらま。あらま。ちなみに日本円換算するとざっくり75から80円ぐらい。うん、安い。うん。だって。そう。これちなみにこのサイズで108円ぐらいだったね。お、ビビった。通常サイズ買ったらカップヌードル180円くらいするんだよね。そうだよ。確かに確かに。すごい経済的。今度台湾に行ったらたくさん買ってみよう。ね、買いだめするといいかもしれない。うん。ただ唯一の難点に関しては、俺はエビが食えない。確かに、今度他のなんかね、いい感じのやつも。ね、
食べてみましょう。以上、美味しくいただかせていただきました。バイバーイ。また今度他の試してみよう。ね。